マッソゲームズです。はい、皆さん、今回はですね、アイアンマンの新ミシック武器ゲットできるまで終わりませんということでやっていきたいと思います。はい、フォートナイトにね、アップデが来ました。それがこちら、スタークインダストリーズということで、新ロケーションとしてアイアンマンのね、舞台が追加されました。で、そこのボスにアイアンマンが登場して、で、そのボスを倒すと新ミシック武器っていうのがね、まあ手に入るということみたいなんですよ。で、このね、新ロケーションがですね、めちゃくちゃ人気なの今。うん、あ、もうみんなね、アイアンマン倒したくてすごいここに集合するから、正直そのミシック武器をゲットするの本当にね難しいんですよ、僕レベルだと。はい、だから今回はそのミシック武器をゲットできるまで終われないっていうね、僕にとっちゃかなり過酷なね、あのチャレンジを、まあ、やってみたいと思います。では早速いきましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。この円がスタークインダストリーズというね、ロケーションで、この部分にですね、アイアンマンがいるらしいんですよ。ということで、レッツゴー！行くぜー！もうめっちゃ人来るから、もう嫌だなって思うぐらい来て、もう嫌だなって思うぐらいに多分倒される、何回もそれするから。ということで、いかがでしょうか？ほら、見てください。こっちにもいるかな？あ、意外と今回少ないかも。よし、オッケー。いや、ちょっとね、本当はすぐ倒しに行きたいんですけど、とりあえず生き残らないと勝てないので、オッケー。とりあえず生き残りたい。よし、ショットガン、ダブルショットガンでいこう。回復、よし、危ない。よし、この子もしっかり倒して、これ壊して、しっかりとね、生き残れるように戦っていきたい。回復来い、チャグスプラッシュ。とりあえずは回復して、で、どこかにアイアンマンがいるんだよな、多分。どこだ、スナイパーも男。アイアンマンどこだ、どこだ、この下かな、バレている僕。もう取られちゃったかな。あ、いた、いました。よっしゃー、アイアンマン、君に恨みはないんだ。よし、2回目いきましょう。よーし、ということでいきましょう。最初からショットガンを取れてるのは大きい。
で、アイテムをゲットして、いいぞ、これは幸先のいいスタート。金武器が2つもゲットできちゃってますからね。で、こっから冷静にこれ壊して、これも壊して、上から行こう。全部を見渡しつつね。アイアンマンはもう倒されてるのかな。よし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 、アイアンマンだ。よっしゃ、カードキーはいや、やった。とりあえずミシック武器取った、取った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 、ミシック武器取った、やった、やった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 、嬉しい、取れたよ。使ってみたいよ、とりあえず。アイアンマンの途中見ました？アイアンマンのさ、アイテムとかなんかいろいろあったの、本当は紹介したかったんですけど、全然紹介できる余裕なかったですね。もう一回回復してから、あそこのさ、カードキーとか取り行ってもいいかもしれないですね。やったー。で、使ってみましょう。まずこのアイアンマンのユニビーム、チャージしてアイアンマンのユニビームを放つだって。いくよ、せーの、ウォホー、一気にこうやってアイテムなくすことができる。そしてアイアンマンのリパルサーガントレット、これ20ずつこういう風にまっすぐダメージを与えることができるんだけど、どのくらいまで遠くまでいけるんでしょうね。ちょっとそれは分かんないんですけど、これ一応無限に放てます。うわほー、すげえ、この距離で一気に壊せちゃうんだけど、やば、さすがアイアンマンのユニビーム、一発であの家々を一気に破壊できるという、結構な壁数をこれ破壊できるらしいんですよ、一気に。やばい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 、やばいやばいやばい、ということでゲットできたはできたんですが、最後はもうね、気持ちよく1位目指して頑張るぞってことで、もう1回だけ最後にチャレンジしたいと思います。一番上でもいいし、ここで、うわ、めっちゃいる人、
よし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 、ある程度やり合ってもらって、こっから行こう。上にいるのかな。あ、ボムだ。怖いな、どこでやってんだろうな。上から戦うと思う。よしよし、魚ぐられないように。ダメだ、どこだろう。オッケー。どっかにアイアンマンいるか。オッケー。まだ敵いるだろう、どっかに。くそ、もう奪われたか、これは。あ、カードキーだ。くそー、あっちまで行くか。こうなったらアイアン、あげ、アイアンマンの車でドライブだ。おらーおらーおらー、おほー、はい、アイアンマンの車、はいよー。よっと、キルト、やだぞー。ボスは倒せなかったけどね。アイアンマンのボックスじゃ。なんだこれ。お、やったやったやった。シールドポーション飲んで、持ってるアイテムがロックすぎるだろこれ。どうしよう、これ何持ったらいい。わー、お、金ですよ、金。金のアイテム持とうか。どうでしょう、ショットガンとバーストアサルトライフルとっていう、なかなか謎なアイテム類を僕は今持とうとしている。ここら辺のアイテムとか何でもないのか、残念。これそんなに狙わなくていいものですね。危なっ。一応覗きに行きましょうか。ほら、本当はですね、あ、どこだ敵。
逃げろー。危ない危ない、あそこで戦っててもいいことはないだろう。25人か。アイテムだけをサクッと漁っていこう。よし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 、アンチ向かうぞー。結構逃走なんですよね。バーストアサルトライフル強そうですね、本当に。よーし、ないか、どっかで HP 回復できないかな。やべ、めっちゃ遠い。車、どっかに車ないかな。やばい、時間がマジでない。アイテムがあるな。危ねえ。ギリギリセーフ。落ち着いて撃てた。よしよしよし、残り14人。さっきよりはいい試合見せれてるかな。やばいな。今のうちにあれを取る。
どっちが勝つ、上と下。よし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 、まだ望みつないだな。おお、すごい。よし、やったー、最後が出ると思わなかった。落下ダメージ入ってたんだ。やりました。はい、ということで今回はですね、ミシック武器ね、手に入れるまで終われませんっていう形だったんですけど、最高の形で、はい、ビクトリーロイヤル取ることができました。で、この、ミシック武器以外にも追加されたミシック武器があるようですので、またね、その武器でね、楽しんで遊んでみたいなと思います。ということで皆さん、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マッサゲームズでした。バイバーイ、最後です。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。